はい、濃厚卵のレトロプリン、セブンイレブンね、セブンイレブンで買えるプリン。カロリーは255キロカロリー。まあ高いよね。このプリンね、めちゃめちゃうまいんですよ。皆さん食べたことありますか？最近ね、スイーツで一番ハマってると言っても過言ではない。マジでうまいから、ぜひね、セブンに行った人はぜひ一回買ってみて。まあ早速開けていこう。外観はこんな感じ。こういうね、ちょっと固めのプリンだね。でカラメルとかは別に、舌に溜まってない感じ。早速ね、一口食べてみましょう。これわかるかな？ちょっと硬いのよ。硬めのプリン。最近はさ、生、なんでもかんでも生って言ってさ、トロトロのやつっていうのが流行ってるけど、なんでもかんでもね。あれも確かにうまいんだけど、このね、固めの感じ、これがね、めっちゃうまいんですよ。いただきます。うまい。もうこの外にカラメルの味がついてて、これね、マジで、セブンの名作だと思う、これ。硬いプリンうまいね、これ。ちょっとね、よく見てもらったらわかるけど、そこの方にはスポンジみたいなのがあって、多分これは、水分とかを吸収するように作ってんのかな。いや、これほんとよくできてるよ。マジでうまい。ほんとにこの硬いプリンってうまいね。まあ、もちろんトロトロもほんとに、ね、何度も言うようにトロトロはトロトロで美味しいんだけど、硬いのには硬い良さがある。なんかどことなく昭和を感じさせる、平成を感じさせる、よくわかんないけど、ちょっと昔を感じさせるようなこの味がね、僕はすごい好きです。逆にね、今の若い人たちにとっては、こっちの方が新しいんじゃないかなって思う。そんな感じでめちゃめちゃうまいプリンなんで、まあ、よかったらね、ぜひ、セブンのレトロプリン、ぜひ一度食べてみてください。今日はね、このセブンのレトロプリンをおすすめする動画でした。僕はじゃあこれからこれを残り、ゆっくり楽しんでいくよ。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。バイバイ。